永平寺町、松岡義野から道庁諏訪館を望む撮影、越坂峠は、福井県吉田郡永平寺町内にある峠である。標高202メートルの福井県道165号上に、ある峠である。平成の大合併以前は、福井県吉田郡松岡町と、道郡永平寺町を隔てていた。元は、国道416号がこの路線に指定されていたが、 中部縦貫自動車道の整備により、吉野境バイパスが部分開通し、この腰坂峠の区間は、腰坂トンネルが貫通し、一般県道に降格となった経緯がある。古くは、永平寺の山道としての歴史を持ち、多くの主元者がこの峠を越えて、大本山へと向かった。現在でも赤地蔵や道元所園の道との縦札が立っており、 永平寺と深い関わりのある峠である。前線舗装された峠であり、普通車でも問題なく通行できる。しかし秋になると、落ち葉が積もり、非常にスリップしやすい状況になる。また昼間でも薄暗くさらに、ブラインドカーブが多く、道路も1.5車線程度の強路が続く。しかし、交通量は少ないため離合する機会は、ほとんどない。 北陸自動車道福井北 IC 国道416号、吉野堺バイパス、福井県道165号、越坂峠、国道364号、永平寺国道8号、国道416号、吉野堺バイパス、福井県道165号、越坂峠、国道364号、永平寺。ありがとうございます。